していく。ただメロディーで踏んで中段前に、あのヒップアタック、当たるとコンボに行ける。さあまずあとオクラが決める。ただコンボを食らったところでバーストを選択した場合は、さあ切り返して、さあオクラが流れをつかむのか。さあ落として置き攻め下段。さあ今のルートは繋がらない。さあお互いきっかけがない。今のお医者さん弱点がついて置き攻め画面足。さあ両方弱点がついている。しかし爆弾が当たってマミサを打ってくる。さあしかしそこはしっかりラピッドキャンセルでフォローしてくる。さあ投げを抜ける、反応がいい。さあ画面足バットを持っているぞ。さあバットは無敵技、切り返しにかなり使えますよ。さあ今は美味しいグッパフが光る。さあ足非常に長いマミサ、シレットパラしてくる。追われた時のことなど考えていない。バットバットびっくり箱。橋の攻め、セットプレーが仕上がっている。ラウンド2、さあミサこれで画面足。さあ踏んでスーパーローはスカシゲダン吹っ飛ばして、さあ弱点をつける。さあシュートはしっかり足側の裏に回ってオンを決める。さあこの状態でヤバい指導を食らってしまった。さあしかしなんとか1秒取り留める。これはきっちり決めてくる。最後はクラッシュトリガー、ドグラが取り返して 1-1。 最終ラウンド切り返し、さあグスタフ裏回り、距離をしっかり確認している。タイガー、コブラ、レオパルド。さあ3段打っていく。さあ中段ホームラン、とんでもない話でかっ飛んでくるプラチナ。下段これは決まるのか、まだ終わらない。グアゴットナイフ、しかし相打ち、ゴシー中段ゴディ勝ったのはドグラ。さあワンピー側ドグラの勝利、ワンピー側ドグラの勝利です。ガッツポーズまでしっかりと。さあ選手待機場お願いいたします。さあそれでは続いて準々決勝最後の試合です。準々決勝第4試合、選手の入場です。ワンピー側大阪エリア1、セガナンバーアビオン代表辻川。スーピー側ゲームチャオ松坂代表甘え衣。さあこれより両選手が戦います。さあでは両選手席についてください。うわドグラすげえなーと思ってたけども、おい辻川、おい辻川、本当にもう説教だ後で。さあそれでは準々決勝第4試合始めていきましょう。レディーファイト。さあ準々決勝最後の試合第4試合、ワンピー側は辻川、そしてツーピー側は甘え衣。仕上がってますね。これ後ろ姿騙されましたもん。前見なきゃよかったよ。見返り不美人ってやつですね。さあそれではゆっくり決めていただけますか。
ザキヤさん、この試合やばいんじゃないですかね。いや、ですが、りょっつらもですね、関西のアークゲームのトッププレイヤー同士ですので、そうですね、これはもうレベルの高さ、ぜひご覧ください。もうこの2人はね、もうアークやってれば知っているでしょう、この2人。辻川 VS 甘い衣、まあ、本来は甘い衣じゃないんですけどね。準々決勝第4試合、関西のトップ勢、しかし勝ち残れるのは1人。さあ、高岡かといえばこの男、辻川対してレイチェルといえば甘い衣。肉まん、まだ食べてない。さあ、各キャラの全員一同士、レボン1アクション。まずは前に出る、足の速いカオカカをレイチェルがどうさばくといったところが見どころになるでしょう。さあ、しかし一回捕まえてしまえばかなり強力なセットプレーを持つレイチェルが有効になるか。しかしこの男、さすがに触るのがうまい辻川。さあ、スータイク引っ掛けたの辻川、裏に回ったが通常技を振って降りてくる甘い衣。さあ、スータイク、無理はしない無理はしない。さあ、ここが中段、平成でも中段が通ってしまう。さあ、レーテルの非常に速い中段。さあ、端に触れていく、バーデンバーデンリリー。さあ、カボシャ、カエルと出して、さあ、ゲオルグがお仕事をする。まずは甘い衣、もうやめておきなさい。レボー2アクション、ラウンド2。さあ、ランシングエッジ、しかし崩されてしまった。ソードアイリスが刺さる、ソードアイリス。さあ、ガンガン打っていく。さあ、しかし空中投げねじ込んだの辻川。さあ、足を取って、足コン3点を取って攻め継続。さあ、ここは電気スで切り返す。さあ、前石受け身を取って、シオリ逃げる、引っ掛けて、さあ、辻川のターンが長い。さあ、うまく下を崩して、勝手取っていく。さあ、ここからまた立ち回り合戦に戻るか。さあ、触ったのは甘い衣。さあ、かぼちゃと一緒に前に出る、安全に前に出る。ボードアイリス、なかなか当たってくれない。中段、これは見えない。さあ、テンペストダリア、さあ、時間をうまく使っているのは甘い衣。さあ、しかし体力差は若干あるぞ。さあ、どこが巻き返す。さあ、細かく細かくダメージを取る。さあ、辻川がどう出るか。さあ、ここで追いついてテンペストダリア。さあ、逆転して逃げれるか。さあ、捕まえたいと辻川、間に出る、うまくさばいた。勝ったのは甘い衣。さあ、ツーピー川甘い衣の勝利。ツーピー川甘い衣の勝利です。そんなのと遊んでないでこっちへ来なさい。さあ、それで選手のお二人は、待機寮にお願いします。それでは待機寮にお願いします。準々決勝4試合終わりましたが、ゲスト解説のお二人にお話伺いたいんですけども、はい、試合終わるまでちょっと言うのやめとこうと思ってたんですけど、はい、辻川さん、誠を使われてたはずなんですけど、あ、今日パオカカなんですねみたいなですね、はい、はい、説教ですそれも含めて、まあ、せっかくだったらその真っ向じゃなくタオカカを使ったということで、こう決勝進んでいただきたかったなという、なるほど、はい、気持ちはありますね。ありました。さあ、それではこの後準決勝を行うんですけども、秋田さん、はい、準決勝残った4名、まず戦うのはガリレオとアバレンジャーですけども、そうですね、まあ、やはりガリレオ選手は、まあ、最初にも申し上げましたが、オーバードライブの使い方、はい、いや、見事な逆転劇でした。守りのオーバードライブからの攻防の完走率、素晴らしいですね。これはもう予選 1,2,3 回戦からも通して、うん、もうガリレオ選手の注目すべきポイントですので、ここは期待したいところです、はい、対するアバレンジャー選手、
こちらまあ遠距離戦近距離戦ともに完璧な対応でしたが、はい、特に対空ですね。対空です。はい、動きの速いバルケンハインにもしっかり対応したあの対応力、こちらも期待したいところです。なるほど。ではそんな戦い見てみましょう。準決勝第1試合、選手の入場です。ワピガワ和歌山エリアピタゴラス M 級代表ガリレオ、スーピーガマ東京エリア1セガワールド神楽坂代表アバンレンジャー。さあ、それではこれよりこの両選手が決勝戦への椅子をかけて戦います。それでは両選手席についてください。ワンピー側ガリレオ、ツーピー側アバレンジャーです。さあ、それでは準決勝第1試合、レディーファイアークレボリューションカップ本戦決勝大会ブレイブルクロノファンタズマ準決勝第1試合、ワンピー側座ったのはガリレオ、ツーピー側アバレンジャー。最後の一人ですね、関東勢。最初ワンピーガー、ガリレオも試合のトッププレイヤー、ライチ対ニュートゥエルブ。さあ、お互いオーバードライブボーンを決めることができるか。レボー1アクション。開幕さあ、ジャンプして距離を取っていく。アバレンジャー、ジャンピーがヒットとしてダウンを奪う。甘いでルカ叩き落として引き出し落として、これは大車輪オーバーダイブですね。さあ、しっかり守っていく。この辺の思い切りがいい。足に運んでフロスリー、甘切り爆破させていく。空中投げを狙う。体力差はあまりないが、さあこれで黒5分ですね。さあ、マイビー中段に対してガリレオしゃがみを押している。さあ、ジャンプチックギリギリ当たってファースト、いや、しかしこれがオーバードライブになった。さあ、これ押しいぞ。どうする、さあ、ビットを設置して、さあ、アバレンジャーのターンが始まるか。さあ、ヤサの鏡、さあ距離を取る。さあ、行かないぞ。オーバードライブ確実に決めてくる。まずはガリレオ、さあ構えて、さあ棒飛ばし、さあ棒を設置して、対空のしゃがみへつぐぐいで切り返し、さあ読めている。さあ、これは結構いい指導だぞ。シリーダメージを取ってくる。この集団が見えるか、やり込みは凄まじい。さあ、一足を取って、さあ、3連の剣、さあ、ビートマーク使いたい。さあ、しゃがみが刺さる。さあ、走り連れて行かれる。さあ、引きずり下ろして、強く逃げる。ギリギリ届かない。空気のような中段、アバレンジャーが取り返す。しっかりガード、つぬぐい、シュン、拾い直し、アドリブ完璧。さあ、落として、止め返し、つぬぐい、バレていた。さすがにファーストを使ってくる。さあ、どうする。さあ、トツカを打ってしまってビットが消える。またもやトツカを使う。さあ、これはいいぞ。ボンボを決める。アバレンジャー運んで幅切りオーバードライブ、さすがに読んでいる。しかし、バックステの到着に留意層、ここまで読めていたか。
切り返し勝ちたのはガリレオ。受けたまわるわよ。ワンピー側ガリレオ選手の勝利。ワンピー側ガリレオ選手の勝利です。さあ、それでは決勝戦に進むもう一つの椅子掛けで戦ってもらいましょう。準決勝第2試合、選手の入場です。ワンピー側大阪エリア3、アテナ日本橋代表、ドグラ。スーピー側三重エリア、ゲームチャオ松坂代表、甘えこのも。さあ、それでは両選手これから戦います。席についてください。ワンピー側ドグラ、ツーピー側甘えこのも。準決勝第2試合、レディーファイト。いきますね。Please select your character. 準決勝第2試合、ドグラから画面外で仕掛けていく。かなり余裕ありますね。さあ、勝手は全国大会 3-on-3 で同じチームだったこの2人。ギルティギアで組んでいたこの2人、ゲームを変えて敵として、ライバルとして、このアークレボ準決勝でぶつかる。お互い負けられないこの試合。アキラさん、どう見ますか。もうこの2人おそらく長いことやってると思いますので、はい、ドグラ選手、ブレイブルー CP から始めたということで経験がちょっと不安だったんですが、はい、まあ、信用できるこの甘えこのおさん相手ですからね。これはドグラ選手も甘えこのお選手もお互い 100% の力を出せる素晴らしい試合が見れるのではないでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、以前仕入れた情報によると、まあ、結構いい勝負したと。そうですね、ちょっと前はドグラ選手が勝っている時もあって、その後の脳試合でまた甘いコロモ選手が逆襲をしたという話は伺ってます。まあ、それを踏まえて今日どうなるかと。ここの格付けは熱いですね。確かに格付け8さんも攻めますね。で、まあ、ちょっとラインを超えてね。さあ、それでは準決勝の第2試合ですね。最後の決勝への椅子をかけたこのライバル対決。ドグラ対甘いコロモ。無闘会にしては吸血鬼か。寂しいところね。 The Wheel of Fate is turning. 準決勝第2試合ラウンド1。甘いコロモは距離を取る。さあ、この向き合わせもう外れるわ。この弾幕をうまいことかいくぐってくるグローラーで相手の弾属性の技を吸収してくる。キャノン撃ってくる。ダウン取ってダンプ食らいそうなところで早めのバースト。エノン選手はどの試合通しても早めにバーストを使ってますね。バーデンバーデンリリー、ゲオルグ撤退して東大率。キャノン、このキャノンがちょっと厳しそうですね。このキャノンで決めてグスタフ、グスタフ、グラが反転。さあ、巻きつけて弱点がここでやっとつく。カウンターサット切り返して、さあ、ちょっと届かない。さあ、中段に見せた、あれ下段ですね。しっかりガードしている。さあ、どちらが触るか、ソード入りする。ダウンを取ってバーデンバーデンリリー、まだ終わらない。カボチャをどこで動かす。さあ、カウンターサット裏回り、サンマ決めて相打ち出し切り、バースト読めている。甘えこれも冷静沈着。もっと上がってみろ、バ
さあ、ゆっくり距離を詰めるドグラ。そのいつ、とりあえず打っていく。下段ガードして、さあ、N4 のターンの始まっちまうか。来い、タタシャン。引け、立ち長い、椅子が使ってここでバスト。やはり早めに使ってくる。グローバーを打って弾は弾を待っている。さあ行く、よく見ている。バーデン、バーデンリリー、風のシルフィードゲージを回収して、しかしジョーダン。さあグスタフ、完成ジャンプ触って、なんとかしたい。さあ高速中断。さあグローダー思い切りがいい。怖いですね。さあじわじわ距離を詰めたい。さあ自分の時間を使う甘い衣を引っかかって、画面端惜しい。コンボ切り詰めてくる。ラッテンをつけてしれっと中段やり直す。さあドグラが取り返し、 1-1 のファイナルラウンドは、クローラー、さあ IB で潰していく。端からは逃げたいぞ。さあ 8A でうまく牽制していく。捕まえたい、クローラー。それではソードアリスが打ちづらい。もう中段いく、甘い子も分かつ。中段中段、2連続うまくしのいだ。距離を詰める、立ち絵立ち絵。さあしっかり確認してコンボ、はい、ここはしっかり空中でバリバリガシながらギリギリガードをしている。ドグラ凄まじいやり込み。そしてバーデン、バーデンリリー。ゲオルグ、かわいくない、ゲオルグがかわいくない。甘い衣の勝利。ツーピー川甘い衣の勝利、ツーピー川甘い衣選手の勝利です。決勝戦進出を決めました。さあ、それではゲスト解説のお二人、さあ準決勝2試合見てみていかがでしたでしょうか。今の戦いは83情報によると、はい、指定対決だったということです。そうですね、もともと今回のブレイブルーこのファンタズマになってからはドグラ選手は結構教わってるっていう、なんかそういう人とこういう全国大会の準決勝で戦うなんて、はい、すごい晴れ舞台で。まあ、でもあれですけどね、筐体に向かったらもうお互い完全に、ね、敵ですからね。もう完全に倒すっていう、倒すための敵です。いやー、切りつく感じが素敵でした。なるほど。さあ、そんな因縁もあった対決。さあ、それではですね、アキラさん、はい。さあ、この決勝戦に残りましたガリレオ、そして甘い衣、はい、この両名からどうしても、はい、これだけは伝えたいと言ってることがありまして、 あったんですね。まずガリレオ選手なんですが、はい、俺は今日ブレイブルーのために今日まで毎週15キロランニングを1ヶ月半続けてきた。何をブレイブルーやる体力ないやつには負けられん。勝負はプレー前から始まってるんやみたいなことを言ってくれと言ってくれと、はい、ちょっと意味はちょっと判断しかねます、はい、そうですね。対する甘え衣選手は、まあ俺にはアークゲームトッププレイヤーとしてのオーラがあると。オーラがある、オーラがあると、まあ、絶対負けられんと。お、はい、まあ、こちらもちょっと意味は計りかねるんですが、あれですよ、甘い衣選手、ツイッターでも運動では負けるけどゲームでは負けんって。なるほどなるほど。じゃあ体力を鍛えてきたガリオ VS、はい、まあ、ゲームでは負けんって、はい、体力なのかオーラなのか。そうですね、体力対オーラということで、はい、体力対オーラの戦い、トッププレイヤーの対戦、決勝戦ご覧いただきましょう。それではお待たせいたしました、決勝戦選手の入場です。ワンピー側、和歌山エリア、
タゴラス M 級代表ガリレオ。スーピーガーミエリアゲームチャオ松坂代表甘えコロモ。さあ両選手がこれから戦います。体力対オーラの戦い。ではまずワンピーガーガリレオ選手コメントいただきましょう。あのさ、俺さ毎週15キロ走ってきたんで、マジでブレイブルやるために走ってるやつには負けねえすわ。そして甘い子供選手。みんなレイチェルは好きかおい。まあスポーツなら負けるかもしれませんけど、ちょっとゲームでは勝ちます、絶対に。さあそれではこの両選手が戦います。握手をして席に着いてください。それでは決勝戦ご覧いただきましょう。レディー、ファイ！ Please select your character. アークレボリューションカップ本戦決勝大会、ブレイブルークロノファンタズマ決勝戦。さあこれが3タイトル合わせて最後の試合ですね。ワンピーガーはガリレオライチェ、ツーピーガー甘い子供レイチェル。なんとこの2人、クロノファンタズマになってから300戦以上は対戦していると。先ほど下級さんからタレコミがありました。お互い手の内は読めているでしょう。あとは天運と地運とやり込みで、どちらかが勝利をもぎ取るでしょう。走り込みが勝つか、キャラが勝つか、決勝戦。こんなところで何をしているの、お嬢さん。あなたは敵？味方？ The Wheel of Fate is turning!Rebel One Action。 さあ開幕。はい、さあ今まず通過前でプレッシャーをかけていったのがリレオ。フォアターを上げて早くリードしはしているが、こんなものはあまり関係ない。さあうまく距離を取りたい。さあ棒飛ばしでレイチェルの弾を消していく。さあカボチャ設置し、そのイズカボチャをもう一回飛ばす。お互い30カウントしか勝ってほとんどダメージを食らっていない。さあ一撃弾棒飛ばし中断。さあ今のは棒をギリギリ回収できなかった。さあ触りたい甘い衣。うまく触らせない。すまねがいし距離取って、かぼちゃすまねがいし、この状況で打てるか、心が強すぎる。さあしかし捕まえたのは甘い衣。テンペストマリア足に運んで、すまねがいし全て読めている。さあしゃがみ設置、しかし前に小手返しをして斜め上に棒を飛ばしていく。さあかぼちゃ、ここからまた立ち回りませんか。さあこれでアレルローダス、さあ感性が変わるぞ。触れないシューティングモード、圧倒的弾幕。さあじわじわ距離を詰める。これは食らえないぞ。そしてオーバードライブを発動したことによって、これどうなの、こちらが競り勝ったのはガリレオ。
タイムアップ間際の攻防熱すぎる。